はい、ちゃう亀岡です。今日はですね、えー、未来予測編ということで、今僕もね、えー、買いポジションです。皆さんにね、ちゃんとお伝えしてる通りですね。あとね、えー、僕の今年の最終収益とね、えー、最終の総合の配当金をお、来週ぐらいにね、お見せしたいなと思ってはいますが、そういった意味ではね、まだ買いポジションではあるんですけども、仮に2022年ですよね、えー。今2021年がもう終わりに近づいてますので、えー、この初頭にですね、大きな 荒れ模様になった場合、場合によってはね、台風、ハリケーンね、ね、えー、この辺が来て、もう株価が大暴落するっていうことも別になくはないと思ってますよ、もちろん。それをまあ、あってもいいように、まあもちろんポートフォリオであったりとか、えー、資金戦略ですよね、資金管理をしてるんですけども、ただやっぱり、驚きを持ってそれを迎えてしまうと、負け投資家の仲間入りをしてしまいますよね。やっぱり全てを想定内にしておくと。これ想定内ね。この日本で入らせたのは、僕の記憶上あの、ホルエモンですよね。ホルエモンが、 えー、ライブドアショックの時の前ですよね。えーえー、日本テレビとか日本放送とか日本テレビ、フジテレビですね。えー、買収劇を仕掛けていた時に、いろんなことが起こるわけですよ。おその度に、あ、これ想定内だから。<laughs> それも想定内だからって言ってましたよね。まあ、その想定内なんですけども、ただね、ね、ユダヤの格言である通り、すべてを想定内にしておくってことは、これは非常にね、やっぱ大事な考え方になります。なので、僕が、 仮に、えー、2022年初頭に、えー、大ショックが相場を襲うんであれば、どんなことが、えー、起こるのかと。そのね、5つのポイントですよね、えー。そのトリガーっていうんですけどね、引き金になるかもしれない、えー、5つのポイントを今日はね、えー、ご紹介して説明していきたいなと思っております。もちろんね、これ以外にもたくさんあるかもしれないので、それは僕も日々、まあ、収集、キャッチアップしてますので、えー、逆にね、こんなリスクがあるとか。 こんな、今ね、情報が出てきてるっていうのは、コメントでねえ、ぜひ教えていただいたら嬉しいなと思っております。で、またそのね、え皆さんでシェアできたらと思っておりますので、よろしくお願いします。で、5つですね。と、プラスだ。そう。もう1つです。あの5、5プラス1ですね。えー、さらに、 えー、もう一つね、えー、この重大なリスクがあります。これも想定内にしといた方がいいんじゃないかなってことで、えー、これもね、えー、一つ最後にご紹介したいなと思っております。逆に、この5プラス1と1が起こったら、これね、大暴落すると思いますね。あのー、これは一旦し、い、いかんともしがないんですけども、おこれが起こったときは、まあ、諦めましょうというのを最後にちょっとご,せご説明したいなと思います。で、まず一つ目ですね、えー、新種のコロナが今、再熱してますよね、による経済停滞、 これのまあリスクは怖いなぁと思いますね。ここにニュースありますかねありますね。オミクロン株ね、えー、が経済を再開させるのを、まあ、何週間も遅らせてしまう可能性があるっていうことで、えー、話してますよね。いろんなまあ、えー、情報が飛び交っています。あのー、まあ、あ野村証券のね、資産だと500億円のお経済損失みたいなニュースも出てきてます。これはちょっと明日。 ちょっとそれをね、まだ、あ、不確かなニュースなので、分析した上で話したいなと思うんですけども、まあ、500億円だったら、まあ、ま、警備ですよね、えー。むしろ、あの、政府の無駄遣いのが、クーポンとかをやろうとしてる政府の無駄遣いのが大きいってことになるので、えー、そうしたら、まあ、多少はね、警備で済むんですけども、まあ、何週間もね、経済再開が遅れることになると、まあ、これは一つ大きなリスクになってくるかなと思います。そして、その、このタイミングっていうのはもう一つね、各国の、 お、補助金が停止されるタイミングでもあるんですよね。えー、これまで手厚い、その、中小企業保護。そして、今までダメージを受けてきたような飲食店とか、失業者手当の保護をしてきましたよね。これは日本だけじゃないです。えー、EU の各国もそうですし、オーストラリアも、あとアメリカもそうですよね。えー、いろんなところでいろんな、その、補助金、手当をしてきたんですけども、これがね、ちょうどこの11月、12月っていうのは、どこも終わっていくタイミングなんですよね。これもニュースあったかなあ、これはなかったですね。 えー、そういった意味では、今ちょっとちらっと最後になって、ちょっと見えちゃいましたけども、これは最後に話しますね。えー、まあ、それはね、えー、日本でも中小企業支援とかも終わっていきますよね。なので、まあ、これがね、やっぱ経済に対する、まあ、下振れリスクっていうのが起こる可能性があります。こでこれとね、えー、セットになってってことですね。一番とセットになって。そして三つ目ですよね、えー。米国のテーパリング、そして金利の上昇タイミングっていうのがありますよね。 FRB が金利正常化ってことで前倒しをしようとしています。金利上昇ですね。金利が上昇されたらやっぱり経済は悪化するっていうのはこれセオリーですよね。なぜかというと今の株高であったりとか今の,今の株式投資ブームっていうのは全てね米国株もそうですけどもこの金利のジャブジャブによってもたらされているわけですよね。要は金融相場なわけですよ。 この蛇口が閉まるということは、えー、つまりイコール、ーその、数年後には、えー、景気が悪化して、えー、株ブームが終わると。一時的にですよ。もちろん。ということになります。もちろん、それは次の株ブームに対する、株バブルに対する、また仕込み時ではあるんですけどね。だから、わかりやすく言うと、まあ、常に、やっぱり株式投資の技術を高めて、常に相場、 を監視してないとバブルに乗れないっていうことになるんですけどね。えー、これで、一度終わった時が次の回の、その、まあ一番の仕込み時なのでね。ただまあこういった状況に今なりつつあります。なのでまあ、この金利のね、上昇局面っていうのは、やっぱりその難聴になるでしょうと。で、これが前倒し、前倒しされるとことになってますので、まあ株式投資でいうのはその半年前に動きますので、まあ22、 2022年初頭ですよね。来年の春ぐらいに、もしクラッシュが起こるんであれば、これも一つ視野に入れておきたいな。少なくともテーパリングはそれまでには終わってると思いますからね。テーパリングだってプチクラッシュがあってもおかしくないかなとは思っています。そしてね、えー、この年末のね、えー、は上がりやすいです。で、1月2月も当然上がりやすいってことは、まあ当然しているんですけども、やっぱね、えー、年末にやっぱ一旦、その、終えるでしょう。このね、えー、売り上げです。 その、消費のね、えー、クリスマス商戦も含めて終わっていくと思いますので、じゃあ来年ね、どのぐらい、その、またね、私たちもそうなんですけども、各国のね、消費が続くのかと、一旦小休憩とかね、リ,リベンジ相場と、リベンジ消費って言われてますけども、まあ、コーナーによってね、いろいろ物が買えなかったりとか、えーね、いろいろ飲食できなかったりとか、旅行に行きなかった人たちが、どこまでね、えー、その消費をするかというのがやっぱ問われていると思いますし、 この年末にね、結構使い切っちゃうと、1月、2月、3月って結構くたびれてくるというかね、もうちょっと一旦一休憩しようかな、みたいなことになってもおかしくないかなと。これも一つリスクとして、まあ想定内にしておく必要があるんじゃないかなと思っております。そして5つ目ですね、えー、これがね、えー、原材料高による利益率低下ですね。で、今、えー、企業のね、えー、決算内容っていうのは悪くはないですよね。えー、非常に今、あのー、は、 回復してきてると言ってもいいんじゃないですかね。これが、そのね、雇用とか、あとはね、えー、いわゆる賃金に反映されてくると、景気も良、ね、くなってくる可能性もありますし、今ね、岸田政権はそれをやろうとしていますよね。内部留保よりも賃金を上げてほしいと。そのために、ある程度の減税のね、 えー、バッファーを設けるみたいなことをやろうとしてます。もちろんそれはね、えー、国の徴収される税金が増えるということにもなるんですけどね。私たちサーリーマンとかも含めてね。ただ、まあ、それをやろうとしてまして、えー、今ね、国がその企業に対してね、プレッシャーをかけてるんですけども、この企業のその利益の源泉になっているのが、やっぱりね、えー、物を売ったりとか、仕入れて売るための、仕入れて売った後の利益ですよね。ただ、原材料が その物価が高くなってしまうと、その利益圧迫されるんですよね。もうすでに始まっているのがウッドショックって言って、えー、木材の価格が4倍になってますよね。これは、ね、それを扱うような、その住宅メーカーであったりとか、えー、そういったね、製品を加工するような会社にとっては大きなダメージになります。そして、石油も上がってますよね。えー、これによる、まあダメージも大きいでしょう。それからプラスチックであったりとか、いろんなものがダンボールとかね、今上がってきてますので、 あと、食品もそうですよね。えーまあ、これが企業の体力を、まあ、削るようなことがあると、やっぱり、えー、減収減益とかね、えー、いろんなことが起こってくると。まあ、マイナスのね、インパクトとして。これもだから視野に入れといた方がいいんじゃないかなと思います。まあ、この五つがね、えー、直近2020年の、まあ、1月2月に起こった場合は、その同時にね、掛け合わされて、まあ、マイナスのね、要因になって株価が下がっていくそこからね、ね、えー、っていうことが考えられます。そしてさらにね、 この、六6つ目ですよね。プラス1っていう形で今表記してますけども、これが起こった場合に、まあ怖いなと思ってますね。ちなみにこれ FRB ね、インフレリスクを一段と注意してますと。 これが先ほど言った物価ですよね。物価に対しては当然各国もね、かなり神経質になってます。日本もね、そうですよね。えー、石油に対してね、えー、まあ補助金をかけることによって石油の価格が上がらないようにもしてますよね。消費者に渡るね、石油ですけども。えー、そして最後はこれですよ。やっぱりプラス1ですよね。地震が今頻発していますよね。大体夜中に起こるのはなぜだろうって感じなんですけども、今、 この4日間で長野を含めて震度3で、この1週間、4日にもね、長野を含めて震度3で、この1週間で地震が群発してるんですよね。これ皆さん知っていますかこの、この1週間で起こってる地震の数を表したものがこちらになります。かなり今、頻繁に起こっているんですよね。特にこれまでなかった、このね、南海トラフあたりを中心とした大きなえ地震が 群発しています。もちろん長野とかね、この辺はね、プレートがもし連動している可能性もありますし、富士山もね、えー、この辺り連動しているので、この富士山周辺もものすごく今地震が起きているんですよね。またこの辺りで大きな地震があったっていうのも、このプレートのこのね、動きからすると結構気になるところですよね。もし仮にですよ、このうんちょう規模の損失を出すかもしれないっていう南海トラフと そのねまあもちろん同時に起こるってことは相当日本がね、あの不幸じゃないか気には、<laughs> 起こらないと思うんですけども、同時にほぼね、えー、ちょっとニアルイコールであの富士山が噴火するみたいなことになると、それぞれね、えー、まあ運潮規模のね、えー、損害規模があると言われてますので、これはかなりのインパクトになりますし、株価は一時的にそれこそ低迷するでしょう。まあこれはしょうがない日本 が震源地になるので、まあしょうがないんですけども、まあこれは起こしてほしくないんですけども、リスクとして想定内に、想定内ですね、あくまで。あこんなこと。 想定外だったってなるのが一番まずいので、一応ね、この一週間でそのものすごく頻度で起こってますので、えー、これは頭の片隅にね、えー、入れといた方がいいんじゃないかなってことで、えー、最後に5プラス1の1としてご紹介させていただきました。もちろんね、えー、何が起こるかわからないですし、何が起こるかわからないからこそ、えー、最近始めたばかりの個人投資家もベテラン をね、出し抜いて勝っていけるということができるので、やっぱ賢くね、株式投資っていうのは戦っていく。それが一番、まあいいんじゃないかな。そのために、いろんなところから情報を仕入れて、自分内に分析を繰り返していくと。これが非常に大事になるんじゃないかなと思っております。今日はね、以上になります。それでは、今日は以上です。高速で、GO!